1月8日自衛隊の観閲式に出席の佐藤首相、整然と行進する日本の兵力を前にして昭和40年へ颯爽と登場です。翌9日には首相官邸で新総理アメリカ訪問の歓送会が開かれました。晴れの舞台を前にして笑いの絶えない佐藤さん。しかし焦点の中国問題をはじめ、その前途は容易ではありません。そして10日羽田空港では、アジア独自の考え方を持ってアメリカ首脳と話し合うとステートメント。しかし政経分離で中国接近という仮定の事情がアメリカへ通ずるか否か、恒例のアメリカ詣でにならぬよう祈りたいものです。